見事な逆転勝利でした。非常に大きな勝ち点3となったと思いますが、いかがでしょうか。まあ、前半はあまり良くなかった、相手の方が良かったし、警戒していた、ジーゴのヘディング、彼はヘディング強いですね。ボールも良かったし、分かっていた中でやられてしまったので、まあ、前半は良くなかった。後半は持ち返して、選手たちの力を信じて、自分たちを信じて、いいプレーができました。その後半に向けて何かこう変えたとこ、指示を出したことはどんなことなんでしょうか。いや、特にありません。自分たちがやってきたことをもう少し、出していこうという話、前半はあまりできなかったので、攻守にわたって自分たちが準備してきたものを出そうということで、後半は少しそれができました。おっしゃったように前半なかなかうまくいかなかった時間帯もある中で、しっかり我慢して自分たちの時間が待てた、このあたりのチームのこう統一した意思、どのあたりを評価なさいますか。まあ、やはり、流れの中で、セットプレーからやられて流れの中で失点して2失点してしまうと、ゲームを、まあ、変えるのは難しくなると思うので、まあ、逆転まで言わなくてもその、ゲームを変えるという、流れを変えるという意味では1失点で抑えたところが良かったと思います。3得点とも非常にこうアビスパらしくいいところが出せたと思いますが、この3得点どう評価なさいますでしょうか。コンビネーションのプレーだと思いますけども、コーチ中心にトレーニングしていることが、1週間の中で短い時間ですけれども、それを積み重ねて、選手たちが力をつけている、そういうふうに思います。3連勝です。いかがでしょうか、今後に向けては。はい、嬉しいです。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。